スチュアート・デイビッド・チャレンダーは、オーストラリア出身の指揮者。ホバートの生まれ。幼少時から、祖母の歌で音楽に親しみ、13歳の時に、ィボール・パウルの指揮するベートーベンの公共曲第6番を聴いて指揮者を志すようになった。17歳で、ビクトリア音楽院に入学し、1966年には、ビクトリア・オペラ・カンパニーで、実地的な研鑽を積んでいる。 1968年からはヨーロッパに渡りハンブルクでビルヘルム・ブリュックナー・リュッケベルク、ウィーンでフランコ・フェラーラに支持した。1970年にコールポーターのキス・ミ・ー・ケイト・オル・ツェルンで上演して成功し、ニュルンベルク州立劇場の副指揮者になった。1976年からチューリヒ歌劇場とバーゼル劇場の常任指揮者となり、1980年に オーストラリアへ帰国している。帰国してからオーストラリアオペラの常任指揮者を務め、1987年からシドニー公共楽団の主席指揮者を務めた。しかし在任中にシドニーの病院でエイズに起因する病気のため指揮をした。ありがとうございます。